カルロス・サストレは、スペインのレガネス生まれの自転車プロロードレース選手。彼のプロ選手としてのキャリアは1997年に、スペインのチームである音声から始まっている。それまでいくつかの勝利は挙げていたが、2000年にブエルター、エスパーニャで、山岳賞を獲得し、総合順位も8位をとなり、一気に注目を浴びることとなる。2002年からは、 デンマークのチームであるチーム CSC へと移籍。チーム内にクライマーが少なく、貴重な山岳アシストとして、同年のジロでイタリアでは途中、落ち者で負傷したエースのタイラー・ハミルトンをアシストして、総合2位に導き、ツールド・フランスでもエースのローランジャ・ラベールの山岳賞をアシストして、自身も第16ステージの超級山岳ステージで、ランス・アームストロングに先着して2位となり、 チームトップの総合10位の結果を残す。また、ジャラベール最後の勝利となった、同年のクラシカサンセバスティアンでも、献身的なアシストを見せた。ジャラベールはこの年で引退するが、オンセ CSC とチームメイトだったサストレの走りを、大変評価しており、2007年ツールドフランスでは、優勝候補に挙げた。2003年のツールドフランスでは、第1ステージの落ち者で、 鎖骨骨折したエイスのタイラー・ハミルトンを山岳でアシスト。総合4位に導くだけでなく、自身も第13ステージで初のステージ優勝を果たし、チーム優勝に貢献。ステージ優勝時には子供が生まれたばかりだったため、おしゃぶりを加えながらゴールしたのは有名。2004年からチームにリバン・バッソが加わったため、バッソが出場するレースでは、 有能なアシストとして活躍した。また2005年のウェルター・エスパーニャではエースを務め、総合2位の成績を残す。この頃からビャルヌ・リース監督の指導の下バッソと共に苦手だった、個人タイムトライアル強化に取り組み、風洞実験等でフォームを固め、個人タイムトライアルでも安定した成績を収めるようになった。2006年は3大グランツールすべてに出場し、すべて完走。 チームタイムトライアルを含んだ、同一年度前、グランツールステージ優勝の快挙を達成した。ジロでイタリアでは、イエンス・ホイクトと共に、山岳ステージでバッソを強力にアシストし、バッソの総合優勝に大きく貢献した。同年のツールド・フランスでは、第17ステージ優勝とサニー、ブエルタ・エスパーニャでは、第1ステージのチーム TT を制し、初のリーダージャージとなるマイオロを獲得。 その後、バッソの CSC 離脱と共に再びチームのエース格となる。2007年のツールドフランス、ブエルター・エスパーニャでは CSC のエースとして総合優勝を争いに加わった。2008年のツールドフランスではアルプスコエステージで激走。第15ステージでは総合上位選手が多数いた中で常に集団を引っ張り、ラルプ・デュエズがゴールの 第17ステージでは、残り約1 3トルほどの地点から単独で、アタックをかけてそのままトップでゴール。待望の前を上流に袖を通した。20ステージの個人タイムトライアルでは、ライバルのカデル・エヴァンスに逆転されるのではないかとの、見方も有力であったが、同僚のタイムトライアル世界王者ファビアン・カンチェラーラによる、情報面の全面バックアップを受けたサストレは、 予想外の高タイムを出して、前を上ヌを維持。最終ステージを無事に走り終え、個人総合優勝を成し遂げた。この時はおしゃぶりを持っていなかったが、バイクのフレームに小さくおしゃぶりのマークが、ペイントされていた。苦手だった、タイムトライアルを克服していることから、客室はクライマーからオールラウンダーに変化していると思われる。その後、北京オリンピック、個人ロードレースの参加を経て、 初制覇をかけて、ブエルター・エスパーニャに出場。東京である、アスタナチームのアルベルト・コンタドールとの、頂上対決が、話題となったが、総合優勝を狙える力を持つリーバイ・ライプハイマー、アンドレアス・クレーデンがアシストにつく形となった、コンタドールに対し、シュレク兄弟らが不在で、アシスト陣が手薄となったサストレにはレース前から、チーム力に差が見られた。 山岳コースで単独アタックするシーンも幾度か見られ苦戦を強いられたが、検討し、総合3位となった。2009年、新生サーベロテストチームの立ち上げに参加する。2010年2011年は所属チームの解散もあり、フットオンセルベットの後継チームである JOXTMC 演籍。山岳での途半を得意とするクライマータイプの選手で、 ツールドフランスにおいて一流クライマーが優勝者として名を連ねるラルプデュエズステージで優勝した実績を持つ。二児の父でおしゃぶりゴールの時に生まれた子供をツールドフランス最終日のシャンゼリゼ表彰台に一緒にあげて披露した。父は地元で自転車学校を経営している。ありがとうございます。